振り替え輸送は交通機関が普通もしくは減便になった場合に行われる利用者保証措置の一つである。振り替え輸送は特に鉄道にて実施されることが多い。本記事では主に日本における鉄道の振り替え輸送について述べる。振り替え輸送は普通区間を含む乗車券を持つ利用者が一定の条件の下で他の事業者の交通機関を運賃の支払いなしで 迂回利用できる制度である。大都市近郊など列車密度の高い路線では完全に普通になった場合だけでなく、列車が大幅に遅延、減便された場合にも振り替え輸送が実施される。本数の少ない列車に利用客が殺到することや、利用客が駅構内や周辺に滞留し、危険な状態になることを防ぐ目的がある。列車密度の低い地域では、 振り替輸送を行う代替交通機関が存在しない場合もあり、バスやタクシーによる代行輸送で対応されることが多い。なお、本校では本来の振り替輸送のほか、同一事業者内での多経路乗車に関する解説を含む。JR では JR 線の普通区間を他の JR 線を使って迂回する扱いを旅客営業規則の 第7章乗車変更等の取扱い、第3節旅客の特殊取扱い、第5間運行不能及び遅延に、他経路乗車として定めている。一方、他の事業者との連絡運輸の取扱いを定めた、旅客連絡運輸規則ではこの定めを順用しており、これが振替乗車の根拠となっている。振替輸送という用語は、連絡運輸の実際の取扱いについて規定する。 旅客連絡運輸取扱最速の中で、連絡会社線に関係する多経路乗車の取扱いのうち、振替乗車票を発行して、これに当たるものを示す単語として登場し、取扱い範囲を事前に協議して定めることや、振替乗車票の様式、発行方法などの扱いについても合わせて定めている。他の交通機関の事業者でもこれらに準じた約款の、 中で振替輸送を規定している。振替乗車そのものが、連絡運輸の一部として定められていることもあり、たとえ近隣に代用可能な交通機関があっても、その事業者との間に連絡運輸の契約がない場合、振替輸送の対象とはならない。なお、振替輸送という用語は、旅客営業規則には登場しないが、他経路乗車を認める場合に発行する。 振り替表及びその県面の多経路振り替乗車表に間接的に現れる。ただし、各会社線内で完結する多経路乗車は単に、部会乗車と呼ばれることが多く、一般に、振り替乗車という用語は、他の会社線にまたがる多経路乗車に対して用いられる。ダイヤに乱れが生じた際、振り替輸送が行われる場合が多い。下記は、その一例である。 事象に関わらず、長期運休の場合は振り替輸送に特別な扱いがなされる場合がある。上記の通り、振り替輸送は多経路乗車の一形態である。これは、すでに運送契約を締結した旅客に対し、その運送契約を契約条件に従って完遂するための代替措置であり、これを受けるにあたっては事前に有効な乗車券を所持していることが原則となる。 具体的には以下のような取り扱いとなる。なお、いずれの場合も振替りり乗車中の途中下車はできない。以下の2つの取り扱いがある。多経路乗車で利用する連絡会社線上の接続駅までのどこかの時点で旅客の所持する乗車券を回収し、着地までの特別補充券を発行する。旅客が所持する乗車券を確認し、振替りり乗車票を発行する。 振り替輸送終了時にて振り替乗車票と乗車券を回収する。ただし、旅客の会乗車経路が連絡会社線を経由した後再び元の会社線に戻り、さらにその先まで有効な乗車券を所持している場合、回収は行わない。なお、振り替乗車票の発行は対象となる乗車券1枚につき1枚限り。1は競技の振り替輸送の扱いではなく、 迂回乗車の位置形態となる。本来にの扱いは、旅客が多数のため一の扱いができない場合の特殊取り扱いとして定められているものだが、都市部などではこちらの扱いが一般的である。また、本来の規定では事前に振り替え輸送の対象となる、交通機関から交付された振り替え乗車票を旅客に発行することと定められているが、 反差となるため会社規模で部品扱い、代理発行をすることも多い。なお、1日乗車券や、中有切符などの一部の特別企画乗車券においても振り替え輸送の対象となるものがあるが、株主乗車券は対象外が多い。普通乗車券の場合と同じ。ただし、期間内であれば、回数に制限なく、乗車可能であるという定期乗車券の特性上。 乗車券の回収は行わない。接続駅が定期券の区間外となる場合、区間の終端となる駅までの運賃は自己負担となる。福祉乗車証や株主乗車証、職務乗車証、議員パスは振り替え乗車の対象外となっていることが多い。パスネットパスネットは振り替え輸送の対象となり、次の要領で取り扱う。参考、小田急電鉄。 振り替え輸送に関する Q&A スルッ関西 IC カードの特性上、振り替え輸送の扱いは、旅客営業規則とは別に定められている。スイカスイカは、JR 東日本の IC カード乗車券等、取扱規則にて、振り替え輸送の扱いが定められている。要点は、以下の通り。移行会効果は、JR 西日本の IC カード、乗車券取扱約款にて、 振替輸送の扱いが定められている。要点は以下の通り。ピタパピタパの振替輸送の扱いは、ピタパが使用可能な各社局の約款による。スルッと関西の見解から要点をまとめると以下の通りである。遠いか遠いかは、JR 東海の IC カード乗車券運送約款にて振替輸送の扱いが定められている。 遠いか定期券の定期券区間内の乗車の場合、他車線への振り替輸送が可能。遠いか定期券の区間外及び通常の遠いかにおいては、他車線への振り替輸送の取り扱いはしない。この際、出発駅まで無償送還の取り扱いを受けることはできるが、途中駅で旅行中止の場合は、当該出発駅から旅行中止駅までの運賃が遠いかから生産される。 2012年4月よりマニカとの相互利用が行われているが、マニカを利用した場合も、当以下と同様の扱いとなる。キーティカキーティカの場合、キーティカ定期券は代替輸送の対象となり、記名、無記名キーティカは対象外となる。守護かパスピーパスピーは、IC カード乗車券取扱規則では振り替え、輸送の扱いは明記されなかった。 パス P 取扱事業者のうち広島高速交通は2016年3月より、振替輸送についての約款を各駅にて掲示している。振替輸送を受けることができる。従来の時期定期券についても同じ取扱いである。電車が運行不能となる前に、自動改札機を入場していた場合、振替輸送を受けることができる。振替乗車票路線バス振替乗車票前述の通り、 乗車券の券面表示区間内の駅にて、駅係員に迂回経路を告げると振替乗車票が交付される。迂回経路として利用する交通機関の改札の係員に乗車券と共に振替乗車票を見せることで、迂回経路を運賃の支払いなしで利用することができる。また、近隣の交通機関の駅に向かうための路線バス、振替乗車票が交付される場合もある。 路線バス振替乗車票は振替乗車票と同様に、バスの係員に乗車券と共に提示する。路線バス振替乗車票も振替乗車票と同様に、使用は一回限りである。なお、振替乗車票を持たない場合は振替輸送を受けることができない。日常発生する交通機関の乱れでは、現場の判断で乗車票を持たずに振替輸送を受けられることもあるが、 正式な方法ではない。ただし、交通機関が長時間運休する場合に、交通機関を運営する会社間で協定が結ばれた場合はこの限りではない。例えば、高架化工事などによる線路の切り替え作業や、日中に行われるリフレッシュ工事などで、JR の乗車券で並行する他社私鉄や地下鉄などへの乗車を可能にする場合がある。2012年10月1日から、 首都圏の鉄道会社においては、一定の条件を満たす場合に限り、振り替乗車票がなくても振り替輸送が利用できるようになった。JR 北海道と札幌市営地下鉄では、事業者間で連絡運輸を実施していないため、代替輸送と呼ばれている。JR 車線で悪天候や施設トラブルなどで2時間以上、運転を見合わせることが見込まれる際に、 運転見合わせ区間の JR 乗車券や定期券を所持している乗客に対して指定の札幌市営地下鉄駅からの地下鉄乗車券が配布される。対象となる JR の駅と乗車できる地下鉄の駅が限定されている。なお、札幌駅と新札幌駅以外は各駅間が直結していないが、駅間の交通手段は提供されない。この項は振り替輸送ではなく、 一般的な多経路乗車についての解説です。JR グループでは乗っていた列車が途中で運転を打ち切られた場合、他の JR 線を経由して旅行を継続できる救済制度が設定されている。乗っていた列車が特急や急行だった場合、後続の同種の列車に乗車できるほか、迂回乗車中も可能な限り元の列車と同じ種別、設備を利用することができる。 区間や状況によっては、追加料金なしで新幹線を利用することができる場合もある。この場合、車掌や駅員に利用可能な迂回経路や列車を確認し、乗車券や特急券、急行券に証明を受ける必要がある。寝台特急の場合は、例えばサンライズ・イズモ、サンライズ・瀬戸の運行を途中駅で打ち切りになった場合は、岡山駅、東京駅間の特急料金と望みの、 指定席料金の差額分が返金される。乗車中、目的地までの区間に災害や事故が発生し、復旧が長引くと判断された場合は、旅行を中止して、無料で出発駅に戻ることのできる制度もある。この場合、使用中の乗車券や特急券、急行券は、出発駅で無手数料で全額払い戻しを受けられる。この場合、乗車券については、 途中下車等ある場合には、全額の払い戻しにならず、使用が完了している料金券については、払い戻しの対象にならない。また、普通区間を含む乗車券で、普通区間を JR 旅客鉄道以外の交通手段で移動する場合は、事前に申し出て、不上証明書の交付を受けることで、旅行後に不上区間の運賃の払い戻しを受けられる。航空機が欠航した場合に、 機材故障など航空会社の攻めに帰するときは、自社便のほか他航空会社や鉄道、バスなどの定期交通機関への振り替えが認められる。ただし、格安航空会社においては、他社便への振り替え輸送を実施していない場合が多い。自然災害など航空会社の攻めを問えないときは、自社便への振り替えが認められる。原則として、他社航空便や鉄道、 バスなどの定期交通機関への振り替えは認められないが、無手数料での払い戻しの上、乗客が自分で他社、他交通機関への変更を行うことは妨げられない。ありがとうございます。